はい、ということで大木さん、ショーお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ショー、昨日ですね。昨日です。昨日終えたばかりの大木さんに一応ちょっとこのショー直後にまあインタビューというかいろいろお話をちょっとお伺いしようかなと思ってちょっとカメラ回させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。いやどうですか、率直に終えてみて。ようやく終わったそうっすよね、はい、準備自体っていつぐらいからやられてたんですか。なんかやっぱり、コロナの影響でもう一回キャンセルになったら怖いなと思っていて。そうっすよね、はい、それで最後の最後までちょっと待ってもらって9月ぐらいに決めた感じです。やろう。9月ってもう1ヶ月くらい前で決めて、はいはい、そこから準備してくださるんですよ、はい、やばいっすね。そうなんですよ。うわぁ、それはでも本当にじゃあこの1ヶ月はもうバタバタの。バタバタでしたね。バタバタで、はい、しかも大木さんの場合は日本に普段いらっしゃらない中での、はい、その国をまたいでの、そうなんですよ、準備を進めなきゃいけないっていうのは、はい、めちゃくちゃ大変だったんじゃないですか。ズームで制作チームは前回3月にやるはずだったラーメンの、はいはいはい、との制作チームにもう一度お願いして、はいはい、あれだったんで、まあそのチーム作りはできてるんですけど、ただまあ、はい、スケジュールが簡単で、かつ輪郭でやらなきゃいけないという。そうなんです。わあ、でも本当にその1ヶ月でガーッと準備したとは思えないくらいのショーの通りに出てくる。僕偉そうに言うのもありますけど、僕は本当にめちゃくちゃいい席で用意していただいて、本当最前列で見させていただきましたし、なんならあのリハーサルとかも入らせていただいて、はい、もうすごかったな。なんかすごい迫力があって、目の前で起きて怒ってるのかっていうそのライブ感もあったじゃないですか、はい、そうですよね、音楽とかもそうですし、はい、なんかそのショーのパワーっていうのをこの肌で感じる感じがすごい見応えがある。そうですよね、それがなんかショーの醍醐味ですよね。本当に、はい、そう思いました、ね、あのショーに関してなんですけど、ショーのお話をちょっとお伺いしたいんですけど、はい、どういうような、なんか世界観とかコンセプトとか、はいはいはい、そういうのをちょっとお話を。そうなんです。ショーのコンセプト、まあ、コレクション、今回のコレクションの、まあ、テーマが、まあ、僕は普段スペインに住んでいて、はい、マドリッドに住んでるんですけど、その3月の半ばから、まあ、いきなり緊急事態宣言が発動され、まあ、ロックダウンに2ヶ月以上なって、もう家からほぼ出れない状態、買い物以外はもう不要不急な、もう日本以上にも厳しくて、そうですよね、はい、発せられるレベル、発せられます、はい、なのでそれで、まあ、まあ、家からも出れないし工場も全て止まって、生産もできないしサンプルも作れないっていう状況で、まあ、できることって言ったら、まあ、リモートで何かするか、それかまあ考えることじゃないですか、いろいろ考えさせられた時期であって、はいはい、でそれで、まあ、今回このパンデミック後のに、まあ、ニーズに応えられるような服作り、うん、プラス、まあ、そのやっぱりなんか人間って、生きるにあたってコミュニティって大事なの、はいはいはい、でなんか僕がスペインでやっぱマスクする習慣がなくて。そうですよね、日本は結構一般的ですけどね、はい、外国の方だとそういう文化ないっすよ。そうなんですね、もともとマスクの需要がないからマスクも本当に売り切れて、もう医療機関にも足りてなかった状態だったんです。で、その僕たちの、知り合い、友達が、まあ、お医者さんなんですけど、はい、お医者さんの友達に連絡したらマスクが全然足りてないってことで、で僕たちは、まあ、余った生地でマスク作って寄付して、そしたらその子が、まあ、インスタに上げてくれたんです。そしたらもういろんな病院のお医者さんから寄付してくれて、くれくれくれ、はい、でそれでボランティアも募って、あ、そんな活動されてたんですね。そうなんですよそれそうなんですよ、はい、で結局なんか1000枚ぐらい寄付できたんですけど、すごい、
本当にやっぱりロックダウンだからあの行き来できる人がタクシーの運転手とかなので、生地とかそういうマスクを作るのに必要な糸とかゴムをあのそのボランティアの人たちに送るのがそのタクシーの運転手のボランティアの人だったり、あとは縫ってくれる人は、まあ、そういうファッション専門学校の学生さんだったり専業主婦の方だったり、はい、そういう人になんか、まあ、そういうコミュニティみたいなのを作ってみんなで寄付したって感じです。だからまあコレクションでもマスクが、そうですね、一つのデザインとして、はい、アイテムとか、はい、なってたりしました、ね、じゃあそれコミュニティっていうのがなんか大、今後この世界でもしかしたらもっとひどくなるかもしれない、そういう世界で自分独自のなんかコミュニティを作るのが大事かなと思っていて、だから今松本さんが来てくれてるこのグラフィックティーンもやっぱり ってコミュニケーションのシンボルではない、はいはいはい、のでなんか自分の手をプリントする、そうですね、はい、手形、大きさの手なんですもんね、そうなんです、はい、そうですね、あ、なるほどなるほどなるほど、はい、そコミュニティみたいなところから、まあ、人間が必要なものとか、はい、なんかそういうところを起点に作っていったっていう、あとはなんかやっぱり自分がなんで服作ってんだろうって、はい、いや思うんですね、僕も思いました、服やって必要かとか洋服ってまあ言ったら必要最低限の変な話、ユニクロとかで、そうなんですよね、ほとぼれる話で、はいはい、僕らのみたいなお店が扱ってる、はい、デザインがめちゃくちゃ効いてるとか、はいはいはい、まあそれに伴って値段が高いものって、そうですよね、今必要か本当に人間僕もそう思いました、それはめちゃくちゃ、はい、僕もその特に3月4月5月すごい思いました、うん、やっぱりなんか僕たちがやってるような服ってまあ嗜好品に近い、うん、そうっすね、はい、そうっすね、わけだし、ファッションってその人間と人間とのコミュニケーションで生まれるものであって、うん、自分を表現するのにも、うん、そうっすね、その人間のその本質にあるもの、本当はファッションって重要なのかな、うん、でいろいろ考えた結果、はい、人間の本質とかにはファッションが、まあ、僕もそう思いますね、なんか結局確かに必要かどうかって考えたんですけど、どっかでそういう贅沢な、なんかある種無駄みたいなものが、はい、やっぱその人間らしい、そうですよね、わけで、なんか食べ物とかも一緒で、これだけ食べといたら死にませんっていうのだけ食べてたら、はい、それ動物じゃんっていう感じと一緒ですか、ね、だからなんかまあ最低限の衣服着てれば、まあ、それはそれでいいかもしれないですけど、はい、なんかやっぱそういう無駄とか贅沢とか、なんかそういう人間には必要ですよね、はい、やっぱりなんか人が生きる面白い方がいいじゃないですか、はい、面白かったりかっこよかったり、はい、美しかったり、はい、まあ、そういうものがなんか人生のプラスになって、やっぱり自分が服買う時とかもなんかその日新しい服を着てワクワクしたり、その一日がなんか、そうですね、なんか、はい、わかりますわかります、良くなる服ってあるじゃないですか、はい、そういう服を作れるような人になりたいです、はい、っていうのを、まあ、考えた、その自粛期間中の家にいる間とか、はい、考えた結果たどり着いた結論、そうですね、だから結構あれですね、まあみんなそうだと思うんですけど、いい機会にもなった、そうですね、考えさせられましたね、すごい、なんでなんで意味あるのかとか、はい、なるほどですね、で、まあ、ショーの話に戻ります、まあそういうようなところが起点にあって、はい、だからまあコロナがなかったら生まれてないクリエーションの、そうですね、ことですね、はい、逆に言えば、はい、今の世の中の情勢とすごいリンクしてる、そうですね、洋服っていうことで、それでなんかそのさっきの話に質問に戻るんですけど、そのコレクションがそういうテーマだったんで、はいはい、ランウェイのテーマをストーリー性をつけたくて、はいはいはい、まあこの自分が考えた想像したなんかランウェイ のストーリーは
このコロナじゃないけど、なんかこの今の文明が一旦終わりました、はい、それでその終わった世界でどこかになんかまあ人類ほぼ滅亡みたいな感じで、でもどこかに避難してた人たちがモデルさん でそ あの文明が一度終わった世界にもう一度出るっていう。あ、なるほどですね、はい、っていうストーリー性でした。ちょっとなんか映画のようなそうですね世界観で、はい、なるほどですね。だから結構、うん、それを受けて多分もう一回ショーとか見ると、はい、多分より世界観とかが分かって見え方も変わってくるかなと思うんですけど、特にやっぱショーのその話題で言うとやっぱ小松菜奈ちゃんが、はい、多分結構めちゃくちゃニュースだと思うんですよ。ニュースですよね。ニュースですね。しかも鳥ですもんね、シュープが、はい、最後のそのフィジカルショーの最後の鳥で、はい、小松菜奈バンみたいなのは、そうですよね。僕も最初はこれ、はい、リハーサルの時に、あれみたいな、あれ小松菜奈みたいな感じになって、はいはいはい、みたいな、やばみたいな。なんかもう勝手にめっちゃテンション上がって、はい、なんかチラッと聞いてたんですよね、大木さんが。なんかもう今回大物の方がちょっと出るかもしれないみたいなのは聞いてたんですけど、はいはいはい、まさか、まさかまさか、まさかですよね。本当にまさかですね、はい、すげえびっくりした。あれはどういうような経緯で、あの今回スタイリストさんが、二宮千恵さんという方で、はいはい、普段あの小松菜奈さんやあの須田雅也さんのスタイリングをされてる方で、その二宮さんから小松菜奈さん あのオファーしてみるってぜひお願いしますってことで、はい、承諾していただいてすごい嬉しかったです、はい、すごいですね。でもそれで出てくれるってオファーして、はい、出てくれたっていうのがすごいですよね。そうですよね、嬉しいです。メンズのブランドもそうじゃないですか、はい、基本的には主力って、はい、そこに何か出たって何か良かったんですよね。そういうのも何か小松菜奈が出るんだみたいな、メンズのしかも、はい、そうですよね。一番受けたのが何かツイッター今日見てたら、教会どこかの教会のアカウントが何か小松菜奈ちゃんをとシュープに小松菜奈が出たみたいな感じでツイートしてて、あ、教会まで反応があるそれほどのニュースっす、はい、なんかそのもう一個の T シャツのグラフィックに あのフェイス・ラブ、あ、はい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 、あれだけ、あの聖書の あの言葉なんですよね。じゃあ確かになんか感じ取ったのかもしれないです、はい、感じ取ったそうなんです教会の人が反応してるんですけど、キリスト教から反応してるんですよね。僕は不教家なんで、キリスト教ではないですけど、ね、でもまあそれほどニュースだったっていう、そうですよね。あるし、なんか結構最後に、最後の鳥にふさわしいっていうか、なんかそれはめちゃくちゃ、まあ、実際似合ってましたね。いや、すごい、すごい、なんか着こなしてくれてて嬉しかったです。なんかすごいいい感じで、うん、まあ、めちゃくちゃ可愛かったですね。もう見とれますね。見とれますよね、はい、あれは。もう僕何枚写真撮ったか分かんないリハの時もう自分バタバタしちゃって全然写真撮れてない本当す、後で送ります、はい、めっちゃ写真撮っちゃったね、はい、本当にです。本当それぐらい可愛かったし、でも、はい、確かに小松菜奈出たみたいなのに、はい、がめっちゃニュースになってそっち引っ張られがちですけど、でも僕はあれ小松菜奈ちゃん出てなくてもショーとしてはすごいかっこよかったなと思います、はい、ありがとうございます。ライブ感も、まあ、音楽もね、はい、その場であの聖鵬君、はい、僕の友人の聖鵬君が今回今撮影実は、ね、撮影してもらってるところがその通りっていう聖鵬君と明夫君がやってるおでん屋さんでちょっと出してもらってるんですけど、はい、いや本当になんか音楽もすごい良かった、かっこよかったですしね。そうですね、うん、あの世界観がマッチしてて、
なんか最初会場パッと見た時すごい、やっぱ会場自体はシンプルだったし、シンプルですよね、はい、会場自体になんかすごい仕掛けとか、はい、なんか作り込みがあるっていうわけじゃないですけど、ないですね、はい、でもなんかその10分間の間に音楽と、はい、まああとモデルとかっていうところで、はい、バッとこうインパクト残すみたいなのはなんかすごい、僕はなんか見せ方がなんかすごい上手だなって僕は思ったんですけど、すごい思ったですね。見応えがあったですし、うん、なんかショーとしてめちゃくちゃ楽しかったし、本当ですか、嬉しいです、すごい。やっぱりなんかこれもコロナの話になっちゃうんですけど、はいはいはい、なんかそれもランウェイやる意味あるのかって、そうっすよね、はい、それも結構考えさせられて、でランウェイやるんだったら何をしようっていうこと で、 うん、でやっぱりランウェイって考えた人すごいですよね、ランウェイってコンセプトっていう10分の間にまあ大体まあそうっすよね、でかいブランドでも20分とか、はいはい、10分20分の間での間になんかその世界観をそうっすね、はい、作り込むっていうか反映させるフォーマットじゃないですか、はい、でもなんかこのコロナ騒動でやっぱり、まあ、松本さんも会場にいらして分かってたと思う、はいはい、まあ、ソーシャルディスタンス守ろうってことで、本当は光栄の A ホールってキャパが800人とかぐらいのところを本当に人数制限でもう100人150人ぐらいの、じゃあ6分の1とか7分の1くらいの人しか入れられなかったんですよね。ね、はい、だからまあ今回はまあデジタル配信、ライブストリーミング、そうですね。はい。まあそのデジタルで見ていただくこともできたんですけど、そのラーメンをやるにあたってやっぱり なんでラーメンしなきゃいけないかって思った時に、やっぱり服をどれだけよく見せるかっていうのがやっぱりラーメンじゃないですか。その本質的に、はいはい、そうしたらなんかランウェイのその最初のコンセプトに戻ろう、シンプルにもう、ああ、はい、なるほどなるほど、欲をただ、はい、かっこよく、まあ、ランウェイって言ったら音楽、うん、モデルさんが洋服着て歩く、ね、プラス照明じゃないですか、はいはい、その3つが大事で、その3つだけで行こうって、原点に帰って、はい、極限までシンプルに、そうなるほどっすね、はい、あ、それでじゃあ確かにそう言われると本当そうっすね、はい、あ、確かに確かに、なんかコロナ後になんか結構そういうなんていうんですかね、環境破壊とか、まあ、日に日に悪化してるわけじゃないですか、この世界が、でそういうサステナブリティからもなんかやっぱりランウェイでいろんな大きなメゾンブランドとかいろんな仕掛けしてそれ、まあ、捨てちゃうわけじゃないですか、はい、まあ、そういうのもまあ今その大げさにできない状況で、そうしたらもう逆にもミニマリに行こうっていう、だからその3つの観点でそのモデルさんも自分たちがあの好きなモデルさんを使用して、音楽も本当に僕は友人だけどすごい尊敬する西北に担当してもらって、照明や演出家さんもすごい尊敬してる方に、まあスタイリストさんとかもそうなんですけど、はい、全ての方に協力していただいてよかったです。じゃあ大木さん的にはショーをやる意味を考えた時に、はい、やっぱ結論としては洋服を一番かっこよく見せるために、はい、やっぱショーはフィジカルなショーはそうですね、まだやっぱりデジタルで、僕たちも、まあ、ロンドンファッションウィークの初のデジタル版に、はいはい、まあ、アシックスとのコラボで参加したんですけど、はいはい、まあ、それはもう実験的にやらせてもらって、まあ、そのやっぱりこのロックダウン中 でサンプルはアシックス そのカスタムのサンプルは中国の工場で作ってます。で僕たちはスペインにいる、でサンプルがそのラーメン前まで届かないからどうしようかってことで、いやそれ 3D で作ろうってことになって CG で、はい、で CG も中国で、360度マトリックスみたいにあの写真をシューズ撮って、そのシューズの写真を
あの CG アーティストさんに送って、それであの 3D スキャンしてもらって、はい、あとはそのカプセルコレクションでウェアのカスタムも作ったんですよね、はいはいはい、それも自分たちでサンプル作って、それを写真撮って、その 3D パターンマンさんにその写真を送って 3D パターンに落とし込んでもらってっていう、まあ新しい試みだったんで面白かったんですけども、反響的にはやっぱりそのロンドンファッションウィーク自体がちょうどブラックライブズマターあ、はい、でそれでもうファッションメディア もうブラックライブズマターしかもう取り上げてなくて、まあ、それプラスやっぱりデジタル版だとやっぱりメディアの方たちも取り扱い慣れてないのか、その、まあ、掲載しにくいのか分かんないですけど、 はい、あんまりじゃあ盛り上がってなかったですね。インパクトは作れない。そう、まあ自分たちが多分見ていただきたかった方たちには届いてる、まあ、僕たちのフォロワーさんだったので、はいはい、それよりもじゃあ外のとか世の中的なニュースみたいなのはデジタルのそのタイミングだったらあんまり作れなかった、そういうご時世でもなかったいろんなことがそこで起こりすぎてたんで、はい、あ、なるほど。じゃあやっぱそこで、それでやっぱり思ったのが、やっぱり今の時点ではこの今のテクノロジーではデジタルフィジカルに、はい、振られてないんで、まだフィジカルでやる意味はあるっていう、はい、でも確かにそうですね。僕も今回ショーを見て思ったんですけど、本当に何でも、まあ例えば YouTube とかもそうだったんですけど、はい、動画で伝えられる情報量とか、はい、こう画面越しに伝えられる情報量が、ね、もう日に日に、はい、まあ、増えてってるですけど、はい、でもやっぱ目の前で起こってることとか、はい、こうやって面と向かってお話しするとか、はい、それはやっぱ全然すごい大事なこと、大事だなとか思ってて、はい、いくらデジタルが発達してもやっぱ人間だから、そうですね、やっぱり人間って人と人、そうっすよね、で成り立ってるわけだから、本当そうっす、はい、ズーム飲みなんかやってもまあ確かに、はい、ズーム飲み会とかって、わかります？画面越しに、はいはいはい、まあ確かにやらないぐらいいいかもしれないですけど、はい、でもまあやっぱり直接っていうところは、はい、フィジカルっていうところの大切さなんか、本当に今回ショーみたいな、やっぱすげえな、そうですね、やっぱ伝わる、やっぱりその場にいないと伝えられないものって結構あると、ね、まだあると思うんで、あります、ね、はい、空気感とかそうですね、そうですよね、はい、画面越しではやっぱなかなか伝えられないことってまだすごいたくさんあるな、はい、確かにそれはまだフィジカルなショーをやる意味は、そうですよね、なんかやっぱり人を感動させるってすごい難しいことじゃないですか、うん、はいはい、やっぱりそのフィジカルの力ってもっとそれ強いなと思います、はい、まあ、そもそも洋服がフィジカルだから、そうですよね、もう、はい、洋服がフィジカルだから、はい、それはまあ確かにな、ね、皆さんそんな感じです、超適当ですけど最後だけでもな、でも本当にあの今お話を伺って本当に納得するところとか、ああとか、なんかショートもすごいリンクしてて、はい、なんか今のこのお話を見てお伺いしたお話を聞いてからもう一回ちょっとショーを見ていただいたんです、ぜひぜひお願いします、よりなんか、はい、いいんじゃないかなと思いますし、 21SS もまた来期が楽しみですし、なんか いいなと思いました、ありがとうございます、いやありがとうございます、大木さん本日はそうそうということで、大木さんにいろいろ貴重なお話をお伺いしました、今日はありがとうございました、ありがとうございました、そんな感じです。Ha ha!